松井さんが先ほど新聞尾木先生尾木先生ということで、レッズが無敗で、はいはいはい、優勝第一ステージ優勝したじゃないですか、でその新聞のあれの下にラジオ局のあれが無料で宣伝が、はい、ね、ね、はい、載ってたっていうことで、うん、はい、まあ、喜んでましたね、松井さん。ね、はい、うん、でもやっぱりこう地元がね、やっぱりこう、まあ、盛り上がるんじゃないですかね、うん、もう本当にね、ね、いいですよね、レッズがもう本当に優勝して、うんうん、なんかちょっと嬉しいですよね、うん、そんな普段から一生懸命応援してないけど、そうですね、まあ、本当に自分も熱烈なそのあれじゃないですけど、うん、やっぱりこう、浦和にね、やっぱりこう店があると、やっぱりこう、浦和のチームが勝ったって言ったら、やっぱり、うん、気になりますね、気になっちゃいますよね。あれ、でも大宮にもあるんですよね、そうです、まあ、お店の前がアルディージャの、事務局で、事務局長がいつも、ね、はい、事務局長の方と、ね、はい、はい、ですけどね。先生、複雑。はい、でも、まあ、同じ埼玉っていうことでね、うん、まあ、両方応援すれば、あれですし、本当に。ですから、来年ですか、次の形の中でね、またアルディージャさんがまあ昇格して、うん、J1 に復帰して、うん、なんかそれこそ埼玉ダービーですか、ね、はい、ですから本当に、ね、何年か前は本当に出口さんと、あと元浦和レッズの福永さんと、はい、埼玉スタジオで、埼玉ダービーの見に行って、実況でアナウンスして、登場、そうそう、福永さんと、はい、あー、すごい、そういうふうな形で、じゃ前の日は予習で会いでしたけどね、うん、もう本当にインターネットで、はい、もう予習してですね、それで会場に行った思い出がありますけど、特別ゲスト先生、そうですね、出口さんがまあ一番端にいて、それで実況アナウンサーの方にして、うん、ゲストとして元浦和レッズの福永さんと自分が、うん、それで掛け合いでこう、すごい、はい、もうそういうふうな分、何年前だろう、4年前ぐらいですかね、面白いですね、それがまた暑い日だと、今日のテーマじゃないですか、暑い日だったんですよね、なるほど、はい、もう本当にあれでした、でもいい思い出でした ね、はい、もう本当にサッカーの実況中継させていただくなんて ね、そんなめったにできる経験じゃない、めったにないですから、はい、うん、